品川ホットインフォメーション。東海道一番目の宿場町品川、ここは古くから職人文化が根付いた町。お祭りやお土産品などでよく見かける提灯、この提灯文字を手掛ける区内でただ一人の職人、下田博康さん。まあ下書きまでの段階ですかね。下書きが完全にできればもうあとは手慣れてますから。しかし塗りにも下田さんなりのこだわりが。筆の選び方とあとネタの濃さ、あまり濃くてもダメだし薄くても、まあ、2種類のネタの濃さを割いて用意して、なるべく平らにした方が塗りやすさもあるので、まあ雨が降ったりしてると髪も伸びますから、まあ、日によって調節しながら。塗り終えた後も明かりを当て塗りにムラがないかを確認、そしてさらに塗る。この下田さんのこだわりの先にあるのは、やっぱり喜ばれた時が嬉しくなりますよね。ああ、そこまでやっといてよかったなっていうのが。